皆さんこんばんは。さあ、この番組はですね、 YouTube スペース東京から生配信リアルタイムでしております。はい、ということで、なんといっても80時間耐久プレイ、はい、すごかったですね。人間の限界を超えてますね。いやもう本当に大好きっていう精神力だけで、驚きでしかなかったですけど、なんと78時間ぐらいかけて、はい、FF13 と FF13-2 をクリアしちゃったという、はい、素晴らしいですね。もう熱い人間ドラマが繰り広げられました。今まさにね、今までやっててまたさらにやり込み要素もやってるということで、またさらにもういつになったら休むにはということでございますけれどもやり込みは裏切らないですからね。はい、はい、今日しかもね、今日はですね、東京ゲームショウの最終日だったということもありまして、ね、私も今朝幕張で歌ってきたりとかいろいろありまして、皆さんも幕張帰りの方多いと思うんですが、ぜひ最後まで今日もお付き合いください。よろしくお願いいたします。さあ、この番組ゲーム YouTube スクエアエニックス編は YouTube エンタメウィークのコンセプトチャレンジをテーマに、11月21日にスクエアエニックスさんから発売になる最新作ライトニングリターンズファイナルファンタジー13、さあこちらでございますね。ライトニング姉さんの、はい、またもや新しいね、冒険が始まりますけれども、これもうこの装備見てください。脇萌えですよね。脇ともうかなりね、脇から背中にかけて、そして横もも萌え、はい、すいません、このねピッチリしたラインと、ライトニング姉さんいつも違うパターンの部位をね、はいはいはい、チラ見せしてくださるという。今回結構なんか衣装チェンジとかもなんかいろいろあるみたいで、セラちゃんが好きなんですけど出てくるかな。なるほどなるほど、ちょっと語り出したら止まらないですけれども今回ですね、最新情報超貴重映像をお届けするスペシャルプログラムとなっております。はいはい、さあ、はい、その貴重映像、さあその超貴重映像というのは、うん、なんとライトニングリターンズのオープニングムービーから、はい、実際の生プレイ画面までもうガーッと実際に見せちゃいたいと思います。なるほどなるほど、はい、やりましたね。こちら楽しみでございます。まもなくね、11月21日ということなので、まもなくだ、はい、それのちょっと前に存分に情報を流していこうということでございます。いいんですかね、オープニングがっつり見ちゃって。どうなんでしょうね、はい、いやもういいでしょう。ゲームショーでもね、いろいろ語っていらっしゃいましたから、おさらにそれよりも、うんうんうん、この番組ならではのことを無理やり聞き出しましょう、はいね、楽しみですね。はい、というわけでございまして、はい、ね、いろいろシリーズ、ね、やっておられますか。はい、もちろんやっぱり FF、はい、私の中での革命はずっとやってきた中でもやっぱりセブンが出た時に、うん、セフィロス様が私の初恋だったんですね。なるほど。何度も絵に描きすぎて、何度もセフィロス様がムービーに出てくるとか録画して、はい、うん、繰り返し画面ペロペロ舐めたりとか、おかしいおかしい、夢にも見てしまいまして、なのでもうセフィロス様の見ただけで匂いがしてくるというか、本当にシャンプーの香りが、あんなデジタルのものが、いやもう本当に心の中では何度も切っていただいて、何度もファイガーをかけていただいて画面の向こう側に何度も行ってしまったという思い出のファイナルファンタジー、はい、で今回は13、13-2 ということでございますので、さあ、はい、早速その80時間耐久プレイをしていた、そのプレイをしていた部屋に参りましょうか。皆さん生きてるかな、ね、80時間ってもう酸素薄いんちゃいますか ね、 ねというわけでございまして、はい、さあこちらスタジオがたくさんございまして、いろいろオンエアのライトがついておるのはこちらでございますね。めっちゃ裏側感、さあ、おっと、いろいろセットございますね。可愛らしいセットも、ちょっとカラフルなねセットも、だいぶ騒がしいですけど、こういう裏側、まだまだ元気な感じ。80時間終わったと思えない、もう何回も峠を越えて今また入ってるようになっちゃって、アドレナリンが出まくってる。すいません、お邪魔いたします。すいません、盛り上がってるところ、え、全然疲れてない感じですけど、あと80時間、もう80時間いけますよね。まだいってない滑舌が回ってない、びっくりした今、ね、ところどころでは疲れてるかもしれませんが、じゃあ、とりあえず、すいません、しょこたんこっちで、はい、お邪魔します、お願いいたします。さあ、皆さんお疲れ様でございました、はい、というわけでございまして、実況プレイヤーの皆様方です、よろしくお願いいたします。さあ、それでは自己紹介、していっていただきましょうか、はい、ヒューマンビートボクサーの大地と言います、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。続きましては、はい、コスプレイヤーのみやこと申します、どうぞよろしくお願いいたします。お願いいたします。そしてそして、お、筋トレ大好きマッスル宮崎です、よろしくお願いします。パンチがある。いいことだね。ね、ボタンはその状態で大丈夫なんですね。はい。はい。はい。続きまして、はい、どうも、鮭を取ったこない鮭トリクマロです。どうも、たまらない。いやー、鮭さん、よろしくお願いします。
ショコタンと並んでも全然白いですね。私でも大概結構引き込まれる、はい、それを超えるよ。26年間ずっと引き込まれたんで、日光、日光は別にずっとゲームするとこんなに美白が違うんですね。いいですね。なるほど、いいですか。まだいいと思います。はい、そして最後にこの方です。はい、すいません、78時間の方のゲーム実況の方のディレクターさせていただきました、ヒゲオヤジと申します。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。ヒゲオヤジ、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 よろしくお願いします。すごいですね、78時間、皆さん本当にお疲れ様でございます。ありがとうございます。はい、というわけでございまして、さあ、ファイナルファンタジー存分に楽しんでいただいたと思うんですけども、はい、そもそもファイナルファンタジーという作品に対して皆さんどのような思いをお持ちでございますか？そりゃもう大好きでしょ、大好きだったんですからね、はい、昔からずっとやってるゲームですね、はい、本当に。なるほどなるほど、うん、大きな運命に巻き込まれていく感じとか、はい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 、なんかゲームにはない魅力とか世界観ですよ ね、 ね、はいはい、それぞれの役割がね、はい、あったりとか。そうですね、はい、まあ、十分、それこそあの 小学校の時に友人に勧められてやったんですけども、うん、こんなゲームなんでもってやってなかったと、もっと早くに。初めてやったのが FF、まあ、4なんですけども。あ、なるほど。こう、まあ、プレイヤーたちがどんどん過酷な運命に巻き込まれていって、はい、あのキャラがあのキャラかと、もういろいろと、ね、残念な運命に巻き込まれて、思い出すだけでちょっと今涙がちょっと出ちゃうと、感情移入がすごい。なるほど、それほど鮮明に覚えてると、はい、昔のことも。さあ、カセットとか潰してたからね。筋トレの一回で、一回バキバキバキみたいな。コントローラーもいつももうバカになって、一回ボス戦で見せたらいいね。ブラウン化に直接攻撃するタイプじゃないんですよ。ついね、こう自分がやったら勝てるんじゃないか。なるほど、そういったプレイもそういう感じ。どちらかというとモンスター寄りですか。確かにね。そういうの出てきたもん。結構人間っぽいって言われるんですけど。なるほど、人型すれば正義のために戦う方ですね。大丈夫ですね。もうでもFFはすごいやってるんで。なるほどなるほど。こんなね、あのモンスターみたいですけど、そうですね、繊細なイメージある FF を。 FF をもして森とかにこういうのが混ぜてたりとか。あ、なんかいますよね、のしのしと緑色してね、ファンタジーです。なるほど。お、ずっとやってらっしゃったと。はい、結構。なるほどなるほど。もう4から12まで、はい、最初の方はもう古くてやってないかったんですけど。なるほどなるほど、はい、ネット対応してもやったりとか、はいはい、なるほど。そして、はい、はい、私は今回初めてあの FF シリーズをプレイしたんですけども、はい、なんでもっと早くやらなかったのか後悔しちゃうぐらい楽しくって、うん、はい、いやもうグラフィックともそうですけど、うん、やっぱり日本を代表する RPG なんだなっていうことを実感しました、うん、はい、でしょ、ね、もっとやりたいです、ね、じゃあこの機に遡って全シリーズ、うん、そうそうそう、確かにそれセブンもね、素晴らしいキャラクターいっぱいいますからね、PS ストアでダウンロードできるので。そうね、いや私もう今ビータに FF456789 全部入れて持ち歩いてます。つまりセフィロス様を常に入れて持ち歩いてるから、いつでもペロペロできるという。ペロペロやめてください、人前ではね。いやいやいや、しかも今度テンとテン2がリメ、はい、リメイクね、リマスターして、ね、あの、うん、綺麗になっていきますから、はい、HD バージョンで、うん、早く出してください。親身これもね、どこに向かっていってるんだろう、はい、ね、この辺もコスプレねしていただければと思いますけども、はい、そして大工さんも、はい、はい、いやもうこれ以上どう綺麗になっちゃうんだろうグラフィックって、うん、なるほど。まずグラフィックも綺麗だし、あの、ね、僕はセブンから始めて、はい、セブン、エイト、ナイン、テンってやってきたんですけども、はい、ま、なんか今回、まあ、ちょっと久々に見たんですけど、はい、ちょっとやってみたくなりましたね、また。なるほど、うん、そうですね、いろんなシリーズ特色ありますから、かそれぞれね、はい、もう一度やるとバトルが特になんかもう今までと全然違うな、はいはいはい、でもなんかすごいさらに深く戦略的になったなっていう。そうですね、その辺も毎回進化してますので、はい、ね、ということでございまして、皆さん FF 大好きというメンバーが頑張っていただいたということでございます。はいはい、さあここでその80時間をちょっとね、振り返っていきたいと思うんですけども、はい、13と13-2の耐久プレイの中であった名シーン、名場面、さらに応援に来てくださったクリエイターさんたちを振り返りたいと思います、はいはい、では見てまいりましょうか。早速9月の19日16時からスタートした。そんな前でしたっけ。そんな前だったの。なるほど、何日前だろう。ね、ちょっと何食べてたかとかわからないぐらいの前ですよね。その8時間耐久プレイを振り返っていこうと思います。では進行の方、ヒゲオヤジさん、よろしくお願いいたします。はいはい、わかりました。ではですね、画像の方をですね撮らせていただいていたので、はい、それで振り返っていこうかなと思います。いいですね、出せますかね、うん、すいません、出してもらってもいいですか。1枚目から
はい、ということでございまして、今回トップバッターはこの女性2名だったんですね。ロアさん、ミトクさんという方が。マスクしとる2人。はい、はい、そしてまあ名シーンというと次のやつお願いします。こちらね、永遠に誓い合うスノーとセラ。わー、リアージュ爆発しようって言いたいけども、スノー目こんちくしょう。いやいやいや、俺の夢、セラは俺の夢。いや、本当に気持ちわかるんですけども、でも2人の1人を見てたら、もうお前らだったら許すぞと。なるほど、祝福モードになっちゃいますか。す、ね、悔しいがスノーになら許って許って。私そうです、ね、逆じゃないんです。ねえ。セラシオ可愛い。じゃあ続いてお願いします、はい、そして続いての枠なんですけども、おっ、はい、ここにいますけども、2枠目はシャケトリ熊五郎さん、そしてですね、そこにですね、スペシャルゲストとしてスクエアエニックスの村上さんという方にですね、はい、まあ、ご指示をいただきながら、そうですね、はい、ちょっと魅力を語っていただいて、いやー、これはなかなかできない体験ですよね。そうですね、まさかかや、もう、うん、まさにスクエアの方、中の人と一緒に、はい、FF について語ってひたすら進むという道中コメントで、はい、あのプレイでやられちゃって、うん、いやいや、あのトークに熱中しないでちゃんとやれって言ってずっと FF について語るっていう。なるほど、やっぱ FF の良さを ね、うん、そうですね、もう最高に伝えてほしいという立場でございますから。いや、もう1ヶ月ぐらい語りたかったですもん。あねえ、もしかしたら本当に友達になったら次の次回作のなんか開発にも関われるぐらいの、じゃあ声だけでも村人 A でいいんで、たまらんなって。ちょっと癖のある村人ですけどね。なんかストーリーに重要かと思ったらたまらんなしか言わない。なるほど、なんなんだこいつは、ね、そういうキャラもいいですよね、はい、いや、これは素敵な体験ですね、はい。さあ、続いてではお願いします。続いてがなんですが、あやたんさん、リオルさんと。女性陣が頑張ってる中、で引き継ぎ役にシャケトリクマゴロさん残ってもらったんですけど、はい、ちょっと女性の扱い下手くそでですね、はい、そうですね、私26年間引きこもってたんで、はい、まあ、どう接していいのか分からず、微妙な距離でちょっとぼっちでいるっていうね。アゲントは無理なんだね。そうなんです、やっぱりぼっち引きこもってきたんで。ただ、まあ45分ぐらい経過してやっと、うん、名前を覚えてもらえたかなって。そのぐらいの関係値にはなれたんじゃないかなと、はい、まあね、ライバルが FF というね、面白い作品でございますから。シャケさんのね、立場がないかもしれませんけど、はい、もうちょっと、ただ、はい、あのそのもう一人のあのリオルさん、リオルさんという方が、はい、あのほぼ初見プレイだったんですけども、はい、やはり13結構、まあ今までとは結構違う操作なんですけども、はい、まあ、慣れてしまえば簡単にできるということで、うん、もう途中ですぐ慣れてしまって、はい、最初は苦戦したんですけども、やっぱりなんかどなたでも楽しめるいい作品なので改めて。なるほどなるほど、ね、シリーズやってないからちょっと不安だなっていう人も中にはいるけども、はい、そういう方も大丈夫だということですね、はい、なるほど、ありがとうございます、はい、続いての枠なんですけども、ウェルさん、博士さんという方でした。画面の方出せるでしょうか。ありがとうございます。博士さん、この瞬間でいいのかな、鼻こすってます。もっといい写真なかった。ちょっと正面向いてたんでこれにしようかなと思ったんですけど、はいはい、お二人結構技巧派な、結構あの動画とかをアップされる方なんですけども。なるほど、はい、そんな顔してますね。まあ確かにね、いろいろちょっと頭いいんだろうなっていう二人。むしろなんか開発の顔側なんだね。ね、プログラムとか研究してそうですけども、はい、そうですね。でウェルさんの方はまあ同じく技巧派なんですけど、はい、割とテンションが高めだったんで、そこのなんか熱いところと冷たいところみたいな、あ、温度差みたいなところも一つ面白い枠だったな。技巧派でもちょっとキャラクターが違って、へえ、なるほど、なかなか見せる枠だったと思います。そして次また異色の枠ですね、お願いします、はい、ということで DNA さん、セラミカルさん、五月病マリオさんっていうですね、有名なあの絵師っていう絵を描いてみた方々なんですよ。はいはいはい、スケッチブックを持ちながらの、はい、でしかもコメントで、はい、即興であれ描いてこれ描いてっていうのに対応したので、セラさんの絵かな、次出せますかね。あ、その場で、はい、ごめんなさいね、ちょっとあの人絵師なのかな、本当に。なるほど、疲れたサッズを描いて。髪型までだいぶぺちゃんこなってしまってますね、なんか残念な感じなんですけど、ね、だけではなく、続いてお願いします。おー、すごい、こちらもあのクリスタルポイントの振り分けが、うん、悩むライトニングさんっていうテーマをもらったら、その場で書いてくれる。これ、下書きもなしにババババッと一発書き。そうなんです、彼らのすごいところは、はい、本当に下書きなしで即興で、しかも素早く書くんですよ。なるほど、もう構図とかもバッチリですよね。チェンが生き生きしとる、さすがだな。これはなかなか変わったプレーで、はい、やっぱりこういうの楽しいですね。 S さんだったなら私とセフィロ様の接吻シーンを書いていただきたい。すごい個人的な要望です。セラさん、セラさん急いで、セラさん、ね、見てコメントしてくれれば。そうですね、可能ですよね。ぜひぜひ、なるほど、あ、わかりました、何とかしてみます。すごいな、このライトニングさん、かわいい。
そしてですね、続いてのやつをお願いいたしますということで、急に寂しくなっちゃったんですけど、寂しいな急に、はい、急に3人から1人になっちゃいまして、セントスさんという方でして、はい、まあ、あの普段はですね、格ゲーなんかがお好みでやってるんですけども、はい、結構アクション的なものに対する、まあ、底力はあるので、はいはい、このアクションシーンが結構多いですね。ファイナルファンタジー13でもいいのかなと前線してくれたんですよ、はいはい、でコメント閲覧 PC もなんか勝手にですね操作しだして、そうですね、ゲームしてないじゃないですか、コントローラー置いちゃってる写真をなんで選んだんだろうなはいはい、はい、めっちゃ食べてるし、はい、なんか机の上充実してますねどんだけすごくマイペースな方でもあります。ゲームの時ってこんな感じですよね。確かに。そうですね。もう最近はでもそういったね、いろいろやりながらっていうこともね、はい、ありますからね。これが正しいスタイルかもしれません。若干苦笑いじゃないですか。では続いてをお願いいたします。そしてそのですね、引き継ぎということでセントさん残っていただいて、真ん中にいる方がユゲさんという方です。はい、非常にですね、まあ、あの喋りがうまい、そして歌もうまいんですよ。へー、はい、でゲームうまいっていう、なかなか面白い方で、左の方の T シャツミミズク、あれ欲しいんだけど、あいいところに、はい、実はですね、はい、あの左の方というのが、今回ですね、そのエンタメウィークの時にあのファイナルファンタジーにちなんだ動画を投稿してくださった宝部さんという方で、応援に駆けつけていただいていいですね。本当は湯気さん一人で進むべきところべきっていうか、一人でやるところだったわけだったんですけども、はい、ちょっと賑やかな感じで、あ、いいですね、はい、で、まあ、湯気さん自体が初めて今回その13に挑戦するっていうので、はい、結構苦戦が予想されてたんですけども、その2人のサポートのおかげもあって、うん、どんどん上手くなっていくっていうのが見どころだったかなと思います。なるほど、成長し具合も、はい、いいですね。そしてじゃあ続いての枠に行きましょう、はい、お願いしますということで、おー、なんやこれ、おい、これずるいでしょみんな、何がユゲさんの友達一人や、これどういうことや、ニヤニヤしてんじゃん、ね、最高の笑顔で、ね、笑顔じゃねえかよ、そんなに。ちょうどこの日同じですね、この、はい、YouTube スペース東京さんで、はい、ミュージックフライデーという、ライブがあったんですけれども、そこに、スペシャルゲストとして、来ていただいていた電波組さんが、お、はい、遊びに来ていただいてですね、もぼちゃんの、はい、あの、はい、生膝小僧膝小僧だよね、みそね、畳に座ってる電波組って初めて見たことある。本当はここなんですけど、いいんですかって言ったら全然大丈夫ですけど、遊びに来ていただいて、はい、応援の方していただいたっていうですね、もうデロデロですね、デロデロです、ね、男さんに本当に役立たずになってこの人急にも役立たずな、でその空いたス、まあ、お帰りになった後の空いたスペースを誰が奪い合うかみたいな、はい、ぬくもりを求めて、求めて、ひどい話や、いやキモスキモスいいですありがとうございます、ね、まあね、ゲームのね、そのデジタルに触れたらやっぱりそのね、はい、あのアナログに触れたいっていうのも分かりますもんね。そしてすみません大事なこと忘れてました、はい、そしてこの枠の、プレイの方、プレイヤーさんはですね、はい、リーチさんとヒリュウさんというお二人でございます。いありがとうございます。そうですね、そして、こういった感じですね、物語のターニングポイント、はい、出現する敵がより強力になってきて、キングベヒーモスにね、こう苦戦をしたりとかですね、ですね、はい、そしてマップが急にグワーッとこう世界観が広がっていく瞬間を体験した二人でもあります、はい、なるほど、起点になるというか、はい、ね、一応ドラマチックな部門を担当していただいたと、はい、なるほどね、ただただニヤニヤしてただけではないと、はい、ないですいうことをね、お伝えいたしましょう、ちゃんと仕事はしてくれました、はい、では続いてお願いいたします。はい、で、マスの顔、マスの面白い顔、なんでこの顔を選んじゃったんですか、この画像はわざと選びました統一感のない凄まじい絵ですね、ねえ、こういう顔の人形売ってそうやもん真顔じゃないですか、ホラーの方ですね、むしろね、ヤコさんはちゃんとあのゲーム画面の方に集中してるんですけど、ね、見てないどこ見てるんですか、マスめっちゃ金が何を見てるんでしょうね、申し訳ないです、はい、まあそんな感じでマス宮崎はミヤコさんだったんですけど、はい、深夜に差し掛かる時間帯だったので、うん、結構長く2人いらしていただいたんですよ、はい、なのでどんぼこさんの方いけますかね、はい、続いての方がどんぼこさんなんですけれども、はい、まあ、この方もですね、結構有名ないろいろと技巧派のプレイヤーさんなんですけれども、はい、その後ろに見えますよね、ミヤコさんもマス宮崎さんもいて、顔がつてくてわかりますよね、はい、2人が、はい、まあ、ずっと長居してくれたのはすごく嬉しかったんです中継ぎとしてねはい、はい、なんですけど、その後なんですけど、だんだんですね、家のようになってしまいまして、はいはい、次か あれ
ひどい。え、寝てないか。はい。え、猫、寝てないか、あれ。これちょっと緊張感っていうのがゼロですね。これ見てる人いた。放送中ですからね。あの、はい、リーチさんとヒリュウさんも駆けつけてくださって、はい、まあ、みんなで頑張ろうと。で、ドンボコさんは攻略本片手に一生懸命調べてる。あー、なるほど。攻略本ありだったのね。はい、ね。すごいな。マッスルさんに至ってはいないですからね。ね、本当ですね。マッスルさん何やってんの？あの、隣の、はい、隣の控室の床で寝てました。えー、寝るのありなの？あの、勝手に出てって勝手に寝てました。え、ダメだな、そこの二人。ダメだろう。これはちょっと、ありえないですよ。でも、悪意ありますよ。いや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 、問題のシーンでしたね、問題ですね。だいたいシーン。いやいやいや、いやいやしてないですよ。いやいや、ちょっと放送中にもう倒れてこうなってしまったんだよ。なるほど、さすがにそれは見せられへんなということで。やっぱさ、見せてました。見せてましたね。しっかり幸せそうな寝顔ですよ。綺麗にパッケージングされた感じで、ね、本当ですね。ブリスターバッグに入ってますね。なんか面白い写真やな、ね、ということ で、 です深夜4時ぐらいだったら皆さんちょっとね、さすがにこの時間きついですね。いや、もうこれ4時じゃないですよ、多分6時半過ぎぐらいの朝まで、もう朝になったぐらい、6時半7時ぐらいですね。なんだかんだ9時ぐらいまでいたんですよ。すごい。さあ、ではごめんなさい、まだまだ続きますので、続いていきたいと思います。続いてがりょうさん、ベアさんのお二人かなということで、うわー、あー、もう今ですね、ジャガーノートというかなり強敵と戦った時ですね。はい。で、面白かった、今回二人初めての対面で一緒になったんですけども、はい、結構お二人とも若い感じだったので、はい、どんどん打ち解けてって友達みたいな感じで二人のやり取りが最初は予想しなかったんですよ。だったんですけど、すごい打ち解けて、なんかすごい朝からって爽やかな気分になる枠でした。なるほど、さっきのあのうだうだとさっきからは申し訳ない一新してね、もう空気が一新したぐらい。いいですね、FF が繋いでくれた、ね、絆が生まれるんですね。あいつこうするといいよとか、やっぱゲームで仲良くなれますよね。そうなんですよね。FF 好きに悪いやつはいないですからね。なるほど。さあ、そして17枠目で、はい、そう、こちらのデルタさん、ヤゴさんでファイナルファンタジー13をクリア。おお、すごい。ラスボスにも難なく立ち向かうあたりですね、お二人とも相当の熟練者だったんじゃないかなと思っております。そしてその合間なんですけども、はい、次じゃあ行きましょう。赤髪のトモさんというですね、こちら非常に有名なゲーム実況者の方なんですけれども、はい、参加をして一緒にですね、デルタさん、ヤゴさん少しだけちょっと枠を押してしまったんですね、はい、ですけども、トモさんがせっかくそこまで行ったんだったらやりな、はい、お二人でちゃんとクリアしなっていうふうにおっしゃってくれて、3人で見守りながら FF13 をクリアしたというところからで、で逆に FF13-2 のトップバッターが赤髪のトモさんになったという。なるほどなるほど、はい、まあもう無理したら、もうエンディングも自分でできて、始まりも自分でできるみたいなところをちゃんと譲ってあげてという。優しい、トモさん。でも、ここまで来てやっと 13-2 そうです、そうなんですよ。今までが 13 だったんですね。はい、全部クリアしたことも、うん、13結構長い、やばい。だいたい今のところで50時間目ぐらい、うん、あ、半分以上使ってるんですね。いや、結構でも初めてやると50時間ぐらいかかるって言われるんですけど、ちょうどこの人50時間ぐらいかかったんですね。考えました、その数字通りの、なので、まあ、そしてでは続いていきたいと思います、はい、次が19枠目でございます。あ、ごめんなさい、赤髪のトモさんの時なんですけども、はい、そうですね、またゲストで投稿してくださった、メイクをしてくださった、まあ、ヌマヌマさんという方がいらっしゃいました。おにぎりプロジェクトさんというチームなんですけど、はい、クラウドになりき顔だけなりきってみたみたいなメイクとかをなるほどなるほど、メイクなので20枚目、今隣にあの女性の方、あ、別にありがとうございます、はい、こういった方々でこういらしてたんですけれども、はい、次かな、はい、画像ってもう次は飛んじゃいますか、ごめんなさい、ないですね、あ、わかりました、はい、で、あの真ん中にいるお二人、実はヘアメイクの方もしていただいて、化粧の方もしてるんで、かっこいいですね、はい、で、すみません、せんつながら左側の僕がですね、うん、はい、あれ、ヒゲさん、あれ、白塗りでちょっといるのも、 あ、はい、あれ、何のキャラなんですか、ね、あれ、何ですか、触れないでください、何ですかあれ、いや、どうしても目がいってしまいますよ、あれこれがこう、ああなりましたぐらいで、僕は、僕はもう、本当にディレクターなんで、僕も全然、いや、ちょっと、これがああなったって、いや、もうお腹痛い、お腹痛い、お腹痛い、次行きましょう、ご馬鹿しちゃいました、はい、おにぎりプラス、ありがとうございました、ありがとうございます。そして、次がですね、先ほどのゆげさん、
2枠目でまた来ていただきました。 お着替えもして、はい、うん、内藤さん、牛田さん、そして、まあ、引き続きとして赤髪のトモさんに残っていただくということで、はい、また男だらけの、なるほど、急にメガネだらけ、ね、だらけですね、本当に。でここもだいたい夜の方、深くなってきたので、ちょっとみんな小腹が空いたかなということで、そうだね、はい、うん、ちょっとこちらみたいなものを用意して、はい、すごい、ピザでも取るかって流れじゃなくて、ちゃんと FF に関してる、ちゃんとオリジナル弁当、はい、こちらもですね、動画で投稿していた、料理の方を作った動画を投稿していただいたんですけど、ジャパニーズスタッフサービスさんという、はい、チョコボ弁当を作ってみた、すごい、綺麗に焼いたな、卵、確かに、そうなんですよ、なんかすごいここにコツがあって、はい、ちゃんとこしてから焼くと、これだけ手の、なるほど、裏がないです、湿感が出ると、味の方はどうやった？めちゃくちゃ美味しかったです。このジャパニーズスタッフサービスさんという男性の方なんですけども、はい、せっかくだったらがっつり食べれるようにということで、ステーキ用の肉とかを混ぜ込んだチャーハンを、なるほど、だからガツンと来てます。なるほど、腹持ちいいやつで美味しかったです、本当ありがとうございました。はい、さあ、そして続いての枠でございます。23枠目、平野課長と森くんというコンビなんですけれども、はい、はい、こちらの方、2人ですね、6時間という長丁場を乗り切っていただきました。すごい、ね、肩もんであげたい。疲れた目してますね。これ、これスタートですよね、じゃあ。スタートじゃあ疲れてます。右の方、血圧が低そうな。ねえ、ちょっと心配しようかな。体の心配してしまいますね。で、続いてお願いします。続いてが、はい、こういう形でですね、完熟大王、あ、はい、カボンガス、こちらの方戦っている時なんですけども、まあ、非常に苦戦をしまして、配信中にも変わらず開始早々にミーティングを開始するぐらい何があったんでしょうかね。ねえ、本当にどうしようどうしようっていう、なるほど、はい、やっておりました。そして、25日今朝になりますかね、はい、いらっしゃったのがマックスさんとミササギさん、ミササギさんでございますね、失礼いたしました、はい、はい、ずっとですね、この2人はもう始まる前からちょっと練習をして、はい、どういう風にするといいかなとか、真面目だな、はい、すごく真剣にゲームに向き合ってくれている感じが伝わって、僕的にも非常に好感度が上がりました。なるほど、はい、ね、そので結構なんか割とあの顔立ちはマックスさんとか整ってると思うんですけど、はい、芸人みたいな感じで面白い話をガンガンしようとするっていうなんか不思議な逆の素敵な魅力な感じでございました。お揃いのパーカーで、あ、そうですね、ね、ありがとうございます、気づいていただいて、すごいね、これ受けますかねみたいな感じで二人でわざわざ用意したっていう下準備が凄まじいですね。へこういう方たちは結構あれですか、その、うん、はい、結構進めてくれるんですか。ですね、そうですね、ミササギさんとかの方頑張ってたと思います。でマックスさんももう大体把握していたので、なるほど、マックスさんすごかったのは、そうですね、その背景っていうんですか、はい、開発人の名前とかも覚えている、勉強してるな、で今どういうことをこう関わって作られているか、なるほど、話で話を広げる、徹底的だ、ちょっと楽しいですね、そういうこぼれ話も、まあ、そんなマックスさんなんですけど、好きなものがございまして、はい、これが、実はライブ中に投票してプリンですね、ごめんなさい、ブレブレなんですけれども、はいはい、はい、でそれを食べてちょっと疲れていたところに元気になりましたよみたいな、ちょっとエピソードもございました。大事、ねえ、大事大事、プリンを食べてね、マスクしてんの、ね、じゃあすいません、ちょっと長くなってますけど、27年目、ね、いきたいと思います。はい、クロノアさん、死神さん、ペイントさんというですね、はい、真ん中の子が死神さんですね、はい、で最初は3人で仲良くプレイしてたんですけども、だんだん雲行きが怪しくて、あれ、しちゃったの、はい、おな、あの、まあどちらかというとすごく仲がいいんですよ、はい、なので、まあ、喧嘩をしながらプレイをするのをよくやっている、あ、もともと、なるほど、はい、変わったスタイルですね、変わったスタイルなんですけど、罵り合いながらみたいな感じで珍しい、それぐらい本気でやってるってことです、そうです、ありがとうございます、さすがです。でもう喧嘩しながら最終的に、ね、もうクリアしたからなんかみんな仲良しみたいな、なるほど土手での喧嘩みたいな、仲良く喧嘩っていうやつ、河川敷でのお前の方が背ちっちゃいみたいな、なんかどうでもいいこと本当にどうでもいいな、関係なくしろ、では続きましてお願いします。続いてが、チャリームさんとソライユさん、また追加されたマスク、なんでこのマスク、そうなんですよ、結構やはりまだまだ顔出しは文化としてはまだ根付いていないのか、はい、なるほど、なんですが、はい、このチャリームさん、ソライユさんは初めて今回サーティン2に挑戦するという状態だったんですが、ボスバハムドカオスまで
行きまして、なるほど、はい、すごい前線して戦っていただいたんですよ。その様子がこちら次の、画像ですかね、はい、はい、こういう状態で戦わせていただいたんですが、残念ながらお時間の方が、うん、はい、最後のプレイヤーである三毛焼さんたちにバトンの方が渡されると。なるほど、なかなか簡単に倒せない、倒超強いっす、うん、やばかったっす、ラスボス、はい、ではその30枠目、はい、お願いします。30枚目か、ごめんなさい、はい、で、三木さんと源十郎さんというお二人でお友達で来ていただきましたけども、はい、ちょっと僕的にも誤算だったのが一つでございます。はい、二人とも初見プレイでした、あらぁ、左ラスボス、ただ順番的にもうラストですよね、ラストです、ラストにかかわらず初見プレイヤーを、あら、初見が多いよね、はい、はい、なので、はい、ラスボスやってっていう状態でいきなり回されるっていう、すごい作業を回されたと、ほんと、メンゴって思いました、はいはいはいそれでいいのか、ただ、はい、恐ろしいところで、さすがゲーム実況者の皆さんなんですよ、はい、この短時間にもみるみると腕を上げていって、うん、最終的に見事13つクリアと、うん、いうところで、いきなりラスボスの可能性、すごい成長してる、19枠目ですね、ここが戦いながら成長してるぞ、ハイヤ人みたいな以上がですね、今回の78時間までの、はい、奇跡でございました。なるほど、なるほど、8割が長かった、ごめんなさい、8割がメガネとマスクでしたね、まあ今現状は、あ、まだ大丈夫、いや今回珍しく、でもメガネが少ない、あ、俺だけだった、はい、はい、あ、まあまあいますね、まあまあいます、ちょっとネタにしづらいぐらいの数でしたね、確かに、あ、でもいろんなプレイスタイルがあったりとかね、ね、皆さん真面目にやっていた、ちょっと不真面目なのか、振り返ってみると唯一一枚悪意ありました、たまたまあの一瞬だけですか、あれそうですよ、1秒2秒ですか本当ですかね、なるほど、いや素晴らしい戦いでしたね、はい、でさらにですね、今回なんですけれども、この時系列に、まあ、各シーンを紹介していただいて、まあ、訪れてきていただいたクリエイターさんも紹介させてもらってたんですけど、はい、さらにですね、この80時間の間に、YouTubeエンタメウィークにちなんだ動画もご紹介をしておりました、うん、そして今ここにいらっしゃってる大地さんにも作って、はい、投稿してもらいたんですよね、はい、今回あの YouTube で、はい、口だけでチョコボっていうテーマで、おー、要は口だけで奏でる音で、あの皆さん知ってるチョコボのテーマソングを、あの可愛らしい、したんですよ、そんなことできるわけがちょっとねじゃあぜひちょっとそちらの動画を見ていただきたいなと、動画見れるんですか、ございます、見せますか、見たい見たい、ですので、あ、見ましょう見ましょう、ではよろしいでしょうか、ご覧ください、どうぞ、Let's sing out。この FF の曲をまさかこう僕もやらせてもらえたんで、はい、もう本気で やらせてもらいました。なるほど、ね、いや鳥肌もですね、いいですね、せっかくだから生で聞きたいな、え、まさか生で聞けるわけが、あれはね、いろいろ変身してこう、はい、おっと、マイクが、え、本当にやってくれるの、
聞いてるじゃないですか。もうすごい、でもそれでも飽きないフレーズなんで、うん、よくやってたんで、はいはい、うん、もう体から自然に出てくるといった感じで、何万回聞いてもあんなと体から自然に出てくる体が発する音だよな。それはやっぱスキルがね、素晴らしいんで、うん、もっとやらないと、もっとゲームやらないと、なるほど、ゲームやったらできるようになります。愛があれば燃やしても出ないと思うよ。いや、皆さんもね、できるように、ね、ゲームプレイしてまいりましょう。さあ、続きましてはですね、皆さんお待ちかね、ライトニングリターンズの、はい、ファイナルファンタジー13の生プレイにチャレンジしていきたいと思います。さあ、11月21日に発売でございますね、スクエアエニックスさんから発売予定のライトニングリターンズファイナルファンタジー13、こちらのオープニングムービー、そして実際の生プレイ画面をすべてお見せするという特別企画でございます。本気で言ってんすか？見に来ないと本当にね、メディア初お披露目、この超貴重な体験ねえ、そうなんです、そうなんです、いいのかな。さあ、こちらの体験していただくのはもちろんしょこたんでございます。いいのか、私でいいの？していいんですって。マスクください。いやいや、もう見え見えです。なんかつけた方がいい。メガネも、メガネもマスクじゃないですよ。そうなんだ、ね、差し入れもね、お待ちしております。嬉しい、やれちゃうんだ。さあ、そしてこの企画に協力していただき、ゲームの解説もしていただきます、この方、スクエアエニックス宣伝部村上陽平さんです。どうぞ、よろしくお願いします。それでは、村上さん、はい、お願いします。どうぞ、お願いいたします。失礼しますね。さあ、よろしくお願いします。お願いします。さあ、何かお手に持って登場ということですけども、はい、あのですね、はい、東京ゲームショー出展しておりましてですね、こちらの弊社のパンフレットですね、こちら、こんな、さすがスクエニ、スクエニさんの選ぶ紙の質はいいんだよな。ありがとうございます。中もちらっと見せてもらいたい。こんな感じになってますね。こんな感じですね。あー、なるほど、すごい欲しい。これいい紙使ってますね。ありがとうございます。そういう感じで、あ、来た、あ、来ました。もうほんと早く出してもらいたい。すいません、どうも。あー、ずっと待ってた、このために見たかったから。こんなパンフレットを、はい、こちら配っておりました。はいはいはい、ね、ブースも大盛り上がりで。それでもう一つですね、はい、こちら実は東京ゲームショーで初めて公開したんですけれども、はい、あの弊社のこうチョコボサブレなんです。サブレ、チョコボサブレ、しかもチョコレートフレーバー。そうなんです、このチョコレートフレーバー初めてなんですけども、これちょっと持ってきたんで。そうなんですよ、はい、でちょっと中開けたい。チョコボ味、うわー、え、入ってる、割れとる。走ってきたんですね。あー、これ、これ、これ開いてないやつですね、これ。いいなー、はい、お顔がちゃんと、はい、チョコボンとチョコのコラボレーション、チョコボサブレ配っておりました。コラボレーションだよ。チョコとね、はい、コラボレーション、ね、はい、そうなんです。これね、今からプレイするということで、これなんかバリバリ食べながら、はい、あ、そうか、なかなかいいんじゃないですか。血糖値上げて、ね、ありがとうございます、はい、ね、私も幕張帰りなんで、ちょっと、はい、ね、ね、朝から半径止まりました。あ、2枚目また今割れました。あら、あら、あら、晴れてきたですね。これはね、これは粉々ですね。もう一個、もう一個、食べやすくしてもらってありがとうございます。食べやすいよ、気ぃ使って食べやすいようにあえてね、女性でも食べやすい、女性でも食べやすい、優しい。はい、はい、すいません。さあ、ということで、はい、その一番下にあるの、このロームは一体
すいません、何か怪しいのが、ね、そうなんですよ、これちょっとね、丸ひいて書いてあるんですよ、分かりやすく、分かりやすく丸ひいて書いてある、これあのね、実際にあの会社で使ってるロームなんですね、ちょっと待って、持ち出していいんですか、ちょっと待って、普通そんなの出ないじゃないですか、それ個人が持ち歩いてね、いいんですか、本当にね、ね、知らない乗りで行きましょうもん、大丈夫、偉い人なのに、大丈夫、ガチじゃないですか、いい乗りです、すごい、なのでこれぜひ今日プレイしてみたいと、はい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 、はい、じゃあ早速、じゃあスタッフさんに渡して、はい、ね、はい、このままトントラックを置かれたら、いや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 、大丈夫、うちのスタッフさん、そういうことしないです、はい、首です、あはいはい、あ、コントロールの方は、はい、はい、なるほど、今スタンバイしてるというわけですね、はい、じゃあですね、今日はですね、ライトニングリターンズファイナルファンタジー13が冒頭から、まずオープニング、そうですね、はい、CG ムービーが最初に流れてきますので、そこから、ご覧いただきたいなと思います。すでにライトニングさんの脇にすごく燃えちゃって、ありがとうございま す、 いいです、ね、今回も脇たっぷりご覧いただきたいと思います。マジですか、はい、そこですか、ポイントですよね、ライトニングといえば脇ですからね、はい、脇と太ももね、脇と太もも、ありがとうございます、ラインね、そうなんです、しかも今回衣装ガンガン切り替わりますんで、そうなんですよね、衣装のバリエーションも見ていただきたいですね、ライトニングさんもまんざらでもなく着替えてくれますね、確かにもうガンガン、あ、そこまでしてくれるのっていう感じですね、なるほど、自分だけのライトニングさんが作り上げれるという、はい、準備できました、はい、はい、あ、そうだ、その前にですよ、ごめんなさい、ここオープニングすごく綺麗なもので絶対見れると思うんですよ、はいはい、なので今ご覧になってる皆さん、はいはい、この YouTube のですね、画面の右下に歯車がついていると思います、はい、そこで今今回720の HD 画質で配信をして、おりますので、はい、ぜひ歯車の方をポチッと押して、うん、720にされてる方を HD にしていただいて、ぜひご覧いただければと思います、綺麗に見れるんだ、一番綺麗な状態でご覧いただきたいと思います、はい、行きますよ、準備できましたでしょうかね、はい、できましたね、はい、はい、じゃあ始めていきます、お願いします、はい、やべえ、わー、ドキドキして、ロード時間ってドキドキしてる、すごい楽しみ、さあどうなるんだろう、ここに実は動くんですね、買ったばっかの時だ、おー、本当だ、ディスクがちょっと、すごい、あのちょっと細かい要素で、なるほど、待ち時間をこれで軽減、待ち時間これで、世界が終わる13日、その始まりに私は目覚める開演の時間です、いるんですね、世界の終わりを、ああ最後の13日だ、解放者。
しょ。おい、これでこそライトニング。伝説は語る。重力を無視して。闇を倒す。こっちだよ。ドラムス魂を解放し、滅びゆく世界を俺たち。魂を最後の救いへ導く。自由がよ。ちょっと違うな、こっからなぜか戦っちゃう。あれ、知らないんだよ。何で脳の武器かっこいい。氷の斧で、おー、パワータイムと人の戦いじゃない。ねえ、2人とも強い。トライトニムか強い。待って、妹の彼氏って終わりだ。婚約者ですか。また死神だな。俺をぶっ殺す魂を救ってくださるわけだ。そう願うなら叶えてやろうか。それが答えか、ライトニング。まったくもう無理しちゃって。あら、今変わってる。この声は…ルミナ！ダメダメ！命を大事にしなきゃ。これがこの中の謎ですね、今回の。セラにそっくりなんですね。セラじゃないの？セラじゃないです、これ。なんか能力がありそうです。すごすぎるやろ。かっけえ。あのパッケージのロゴに似せてるんです。死神の次は呪われているな。縦筋が光の跡なのか。グラフィックの中のエフェクトとかも誰にも邪魔させない。はい、そうですね。たとえ悪魔と死神、解放者敵に回してもだ。表現しますね。ここまでがオープニングムービーのことです。贅沢。進化しましたね。そうですね。もう CG のグラフィックも非常に13、13-2から続いて、もうさらにアップしましたね。はい、でここから存分にもう実写の映像がリアルタイムの部分ですね。ここ、なるほど。もう実際のゲーム中の部分。そうなんです。はい、ムービーとの共楽にしたいのです。宮殿の主。結構今回こだわって作ってる。そして私は解放者。カオスに飲まれていく大地に使わされた神のしもべ。なあ、スノー。遠い昔、私たちの間にはセダがいた。何過去形なの？お前が愛した私の妹。いきなり結構謎だらけ。今はもういないセダ。私たちを結ぶ絆だったあの子の代わりに、私がお前の魂を長い苦しみから解き放つ。それが私の最初の使命だ。ここからですね、状況一変していきますね。さっきムービー中にも出てきてた、そうですね、これがアヌビスというモンスターですね。これでもあのザコです。これがザコなんですか。ザコです。さあ、いや導いてくれ、ホープエストハイム。ホープだけでいいですよ、ライトさん。あれ、今はスノーの確保が最優先です。ライトさん、はい、追ってください。ここからバトルが始まっていきます。まあ、もう最初ですので、そうです。もうゲームプレイ。なるほど。ゲーム画面なんですけど、今までの13-1-2と全然また画面が違います。はい。ファイナルファンタジーシリーズって RPG といわゆるロールプレイングゲームという形で、はい、まあ単性のバトルというもの、まあいわゆるコマンドを入力してというバトルが基本だったんですけど、はい、今回それをすべて一新しています。はい、全て一新し。ですね、よりアクション性の高いバトルになっています。うん、実際にここからちょっと私の方がプレイしてみたいと思います。なるほど。はい。見せてください。はい。すごいみたい。でですね、実は左スティックで今回キャラクターを自由に動ける。動ける。バトル中に？はい。そうなんです。じゃあ距離を詰めたりとかできるってこと？そうなんです。全部自分で調整します。はい。そしてですね、この右側のこの4つのボタンに振り分けてる。今画面中にあります。戦う、サンダー、ガード。これはもう
押すだけでダイレクトに技が実行できますので、じゃあ丸を押してみましょう。押すともうすぐに技が出ます。じゃあ組み合わせてみましょう、はい、戦うから三段でもう一回叩く。これでフィニッシュみたいな感じですね。なるほど、はい、そんな感じでいろんなコンボも、はい、そうなんです。もう自分自身でもう好きなように実は押したボタンに対してダイレクトに技が出るようになっています。すごい、はい、向こうの攻撃に対してガードも、そうですね、ガードもできますね。あ、合わせれるんですね、はい、これも全部自分で操作します。すごい、ボタンをゴーッと押すだけじゃなくてちゃんと考えて、はい、自分で移動しながら、そうなんですね、アクションに近いね、アクションに近くなってますね、うん、あのファイナルファンタジー霊式とかですね。はいはいはい、霊式超やった、ね、ありがとうございます。このコマの入力とすごく似てるところもあるんですけれども、なるほど、ライトニングリターンズならではの要素として、はい、キャラクターのこのライトニングのスタイルチェンジというものがあります。いわゆる衣装が一発で変わります。それを今ご覧いただきたいと思います。 L か R かどちらのボタンでもいいんですけども、 L1 R1 で押すと変わって、一瞬ワダチもう今衣装変わりましたね。技変わりましたね。衣装も変わるし技も変わります。おー、こんな技が、この衣装ですとブリザードが使えます ね、はい、衣装によって氷系が使えます。そして武器も盾も変わってます。あ、本当だ、はい、なのでこういった形で本作はですね、もうこのウェア、武器、盾自由にカスタマイズしていただくという遊びになっていますね、すごいですね。なのでバトル中実は3種類の衣装をセッティングします、はい、それを切り替えながら戦っていくんですね。なるほど。今赤いゲージご注目いただきたいんですけど、これ今減ってますね、減ってます、減りました。これでもう使えなくなります。死んじゃった、はい、じゃあまだ敵いますんで、はいはい、ここでちょっとまず、そうですね、赤のゲージに注目ということで、はい、バトルの基本をここで、はい、学んでいきたいと思います。確かになんかね、徐々に減ってたからすごい気になってはいたんですけど、そうですね、ここまでの予定、減る量も違ったんで、そうですね。で、今敵もう見えた状態ですね、うん、はい、こういった感じで敵いますんで、ここで R を押すと今敵が先制してきましたね。はい、あ、減ってる、減ってる、赤減ってます、減ってますね、はい、減ってきたなと思ったらもう違うゲージを使います。なるほど、今度は黄色のゲージを使います。あ、スタイルチェンジ、ゲージが違うんですね、満タンだってますね、ゲージを使い分けるんだ。そうです、全部で3本のゲージを扱います、今回は。はい、うまく組み合わせれば戦術が無限大に広がる。今まで13シリーズパーティーメンバー3人で組んでたんですけど、今回、はい、実はライトに1人で戦います。はい、もう完全に違う。そうなんですね、1人で戦うんですけれども、衣装を3パターンセッティングしますので、はい、1人で3役合わせるという感じですね。じゃあこれがサンダーがいつかサンダラサンダがなっていったり、 そうですね、それも自分で組み合わせたり、そうです、実は今回アビリティとかって敵からこう落として、はい、それを装備することができます。装備なんですか。そうなんですね、はい、あ、成長仕方も今まで違うってことなんですね。そうです、全然違ってます。じゃあここ、ファーストでしたね。そうですね、チュートリアルここで最後にしたいんですけども、はいはい、今度はガードについてもうちょっと深く学んでみたいと思います。まあ、敵の攻撃に合わせて四角ボタン、これでガードはできてます。できてますね。ただ、相手をですね、さらにガードでいわゆるカウンターを当てて相手の体勢を崩すということができます。なるほど。アヌビスの斧の振り方、はい、この振り方のタイミングに合わせて今当たりましたね。今はあえてですね。そうなんです、失敗するとこうなりますよ、はい、次カウンター返しますね。はい、降ってくるタイミング、そうですね、降ってくるタイミング下、ね、難しい、ね、今もう、うん、そう、もう大丈夫です、トレーニング、トレーニングですね、ね、そうです、タイミングがずれるとね、そうですね、タイミングがずれると、なりながらコツをつかむ、そうですね、そうね、これです、おーい、完全に動かなくなりますね。本当だ、体勢が崩れた、そうです、あー、こういう感じの、すごい、一回落としてないですね、さすがうまい、いやいやいや、全部勝ってた、それはちょっと言い過ぎやな、すいませんね、はい、ありがとうございます。まあこんな感じで、なるほど、そうなんですよ、トロフィーもなんかトロフィー出てきましたね、全然違う、かなりアクション要素が、はい、コメントの方にも戦術が無限に広がるっていう、はい、ですね、はい、すごいですね。では衣装によって今後だから、そうです、なんか補助魔法をつけたりとか、で衣装ごとにこう得意な能力がある、魔力がアップするもの、攻撃力が高いもの、いろいろなバリエーションがあります、はい、敵の特性にも合わせて、そうなんです、衣装はどれぐらい出てくるんですかね。実はですね、衣装が80種類、80、はい、それかなりやり込まないと全部集まれない。
ですね、そんなこともなくてですね、はい、皆さんちゃんと80種類ぐらいの衣装は揃えていただけるんですよ。今回実はショップの要素が復活してまして、例えば宿屋、はい、道具や武器や防具や、それ FF って感じですよね。またこう昔の FF が戻ってきてるという感じがしますね。嬉しいな、それ、はい、なのでまあ普通にもう武器屋さんとか防具屋さんに行けば服も武器も売ってます、はい、そこでお買い上げいただく感じですね。なるほど、はいはい、なので、チュートリアは実はここまでなんですね。実はもうここから先はぜひしょこたんに試していただきたいです。うわー、バトル難しそうだな、はい、大丈夫かな。でここの、ボスなんですけれども、はい、ザルティスという名前のレッドドラゴンですね。この そうです、遺跡の奥にはレッドドラゴンが潜んでますので、なるほど、そこまでライトニングを導いていただきたいと思います、ボスまで頑張りましょう。しょこたんならできる、ね、よしょこたん頑張りますけれども、そうですね、ここですね、なんかアイテムが落ちたりとか、あここちょっと進んでもらうと実は仕掛けがございます。いろいろ見てしまう癖が出てしまいますね。あれって嫌だですね、ついつい見ちゃいますね。今より今急に出てきますね。解放者とか破滅の予兆か希望の灯台か、いや、わけわかんない、闇商人です。なるほど、私が大好物だからですね。中二病満載な飛ばしましたね、今。雑貨屋さん、そうなんです、雑貨屋さんです。こんな変わった人が雑貨屋さんなんだ。そうなんですよ、で、あの買いたくない、大事な人だけど、ね、階段の踊り場にいるんですね。闇商人って言われるやん、闇商人にポーション売ってます、うん、あ、しかもポーションタダで、え、タダ、はい、闇商人でいくらなんで、ここはですね、チュートリアルですので。なるほど、付けじゃないんです、そうなんです、もう6枠全部埋めていいんですか、埋めて枠があるんですね。そうなんです、ダブレは悪いです。今までポーションって99個持てるというのが基本だったんですけども、実は今回今6枠しかなかったので、あれシビアだなと思うんですけど、ですね、印象受けますね。クエストを受けて、はい、こうどん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 キャラクターが成長していくにつれて、はい、枠がどんどん増えていく。なるほど、なるほど。で今回フィールドアクションなんですけど、バツボタンでジャンプ、あとは R2 でダッシュができます。ダッシュとジャンプが、そうなんです、フィールドでも、フィールドアクションも、そう、アクションじゃないですか。いや、すごい、はい、でもゲージが減っちゃう。そうなんです、アクションゲージというのがあります。なるほど、はい、それを気にしながら、そうですね、いろいろ動き回って、はい、の旅だけたいね、道がいっぱいありすぎて、ねえ、うん、どこに行けばいいのか、そっちを右上にマップありますけども、すごい、アイテム取り逃したくないんだよな。わかる、後で戻るのは一番嫌な、そうですね、隠し通路とかあったらどうしよう。で今回はそうですね、マップの手順の通りまずは進んで、この緑のところがたまにあるんですけど、うんうんうん、これ闇商品です。一周していきますね。なるほど、はい、そうなのね。あれ、つまり道に迷ってる私すでに、今ここぐるっと真っすぐ行っていただいて、うんうん、さっき戦ってましたね、なんか廊下の先で、お、これ落ちないかは、あ、あたりですね、これまっすぐ、あそこにありますね。どこ？もう、今ぐるっともう一回回っていただいて、ね、正面、あの正面ですね。何か薄暗い、もうここ行けますね。もうここダンジョンになってます。あら、もうダンジョン、ダンジョンには敵が、あ、行けた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 、さあ、戦闘始まりました。1% 違うのは大事だ。ここはスキップしていただいて、もうガンガンバトルをしていただいて、スキップしちゃおう、はい、そうですね、2匹います、今、あ、いいですね、コンボ入りました、いいですね、なんか、うまいっすね、うまいっすね、あー、でも R1、L1 押していただいて衣装切り替えて、あー、またなった、ゲージがなくなったら別の衣装という感じです。あ、いいですね、いいですね、うまい、もう食らっちゃう。順番とか組み合わせ何かあったんですか。組み合わせ、ああ、ワンダさん、ヒルワン、結構食らっちゃった。回復はどうしたんですか。衣装は、この振り返ってる間、はい、あの消費した別の衣装を回復していくんですか。どうか、そうです、やばいやばい、なるほど、ではスタートボタンを押していただいて、スタートション使いましょう。あ、おお、これで、あと1個待ってですね、ボタンは落ち着いて使えばいいんです。ボタンの回復力半端ねえ、ね、ものすごく回復してます。ほぼ満タン、そうですね、でゲージがなくなってきて、別の衣装に切り替えるので、ガードガードのコマンドミルクですね、これをやっぱガードを極めていくと、そうですね、楽ちんによりスピーディーに倒せますね、スタイリッシュに、はい、テクで選べるんですか、こういう時って。選べますね、それはもう自分でこう十字キーとかスイッチングしながら、なるほど、はい、なるほど、そのために動きもあると、いいですね、いいガードだけ、ナイスガードですね、今本当に素晴らしい、おお、さすがトボタン、でもね、いや、
すごい難しい。これ思ったよりもガードがとっても重要になってくるのは、なんか感覚として格ゲーに近いというか、FF とか RPG であんまガードしたことないから、しないと。そうなんです。そちらにもかけるようです。なので実は今までの13とか13-2のバトルシステムは特に記憶しておく必要はなくてですね。なるほど。また一から新しい気持ちでシステムを理解していただければ。前作やってないから不安だなということは全くないと。それは全くございません。なるほど。はい。従来の RPG ってあんまり防御って重要じゃなかったですね。そうなんですね。本当に重要ですね。今回はそうです。いや、食らう食らう。ガードしていないと結構ダメージでかいんですよ。なるほど。あー、いいですね。おー。はい、おー、1位です。おー、成長しているチョコだ。それもあれ10秒要素、はい、好きなそうな、ん、の大好物なんで。じゃあここは、立体の構造物ありますので、はい、そうです、今ジャンプのジャンプできる。そうです、そうです。なるほど。何で、こっちで右ですね、これ。そうです、そうです、そうです。スノーは今、この街を治める支配者なんです。スノーが大主様とはな、あいつのことだ。支配というより面倒見るタイプのリーダー。ちょっとキャラクターの来ました来ました。敵いるがいるか。いるね。立ち回りは結構キャラクターの立ち回りは違いますね。そうなんですよね。今までちょっと状況、あ、敵がこちらに気づいていない状態で先制攻撃。なるほど。より一層有利な状態で、もうあの HP 減った状態ですね、相手は。あ、本当だ。こんなもんは。あ、もう全然違う。さすがチョコだ。なあ。うまい。でフィールドアクションまだ続くんですけれども、はい、今ダッシュジャンプ行けましたね。で今度はですね、実はこのはしごがもうちょっと下出てきます。あー、いつも登ってる。スタイリッシュやな。そうなんです。はしごを登るというアクションもそうです。うわー、かっこいい。あのポールもありますね。あのポールに向かってジャンプしていただくと、まさかこれをね、おいー、ダンサブル、マジで、おいー。実はフィールドアクション、これライトニングを見せるというところにこだわっています。なるほど。セクシー。下着だ。ああ、影に。あ、いいですね。おエクスレッツ。ガンガン攻めましょう、ここは。実はモンスターにも弱点があります。はい。はい、今、サンダー、いい感じですね。名前のところにご注目いただきたいんですね。はい。アヌビスの名前、今、うにゃっと、なんか、うねってますね。レーダーみたいな。あれが実は、この点モンスターに対して有効な攻撃ですよっていうところが分かるようになってるんですね。今赤で、うねってますね。実はこいつ魔法に弱いんです。あ、そうなの。魔法を続けて攻撃すると、今ノックアウトになります。これでまた動かなくなります。なるほど。はい。こんな感じで実はモンスターにはいろんなノックアウトという、まあ、体勢を崩すという要素が入ってます。ノックアウトですね。打撃に弱い敵があったり。そうですね。でもこいつさっきガードでも崩れてたんです。おー、確かに。ということは、まあ、弱点つくだけではなくて、そういったこうガードアクションとかでも相手を崩すこともできる。なるほど。なんか今までこうアクティブタイムバトル、ゲージ溜まるまで次のターンまで待ってたけど、衣装替えするとそのまま攻撃し続けることができて、はい、ガンガンいけていいですね。このままあの今までみたいにこう、そうなんですよ、待ってる時間よりも衣装を切り替えて戦うという、まあ、そのスピード感ですね、はい、これをさらに追求している作品になってます。すごい。じゃあこれ今街の人いないんですけど、剣持ったまま街歩くとみんな逃げます。あ、やばい。感じ。剣持ちまう。剣をしまったりあのできますね。へぇ、はい、妙にリアルな。そうなんです、そこはいいのか、打っちゃいますね。そうなんです。でも割と今回こうゲームの中に生きてる人々っていうものを描いて、なるほど、そこもリアリティを、ね、違う人も何かがあると、はい、あたりを調べようというところで、今あそこに光ってる、あ、ありますね、柱、はい、これはこれで閉じられてる扉が開きます。なるほど。ちょっと今だんだんおかしなことになってきましたね。ちょっとね、モヤモヤになってますね。モヤモヤしてきましたね。不穏な感じです。不穏な感じが。海外のコメントで、はい、日本語勉強してればよかったのに。多分何言ってるか分かんないから。なるほど。はいはいはい。より詳しく知りたいのに。逆に英語で行きましょう。ですよね、しかも、やっぱみんな賑やかに喋ってると気になっちゃうから。じゃあ英語できる人はなるべく英語のところで。できないでしょ。突然現れていました。さっきムービー中にちらっと出てきましたね。そうですね、はい、お前は。そうです、ルミ。一体何者だ。謎が。カオスと戯れてみせるなんてただの人間とは思えないが、うん、かわいいな。へー、ちゃんとカオスが見えてるんだ。もうでも神様に作られたしもべとは違うみたいね。
表情がね。そうなんです。はい、来ました、ザルクスです。これだ、ザルクス。レッドドラゴンです。想像以上に行けたんですけど、心の準備が結構、いや、ケアルとか持ってないけど大丈夫です、行きましょう。ショコタン大丈夫。いや、私いつもボスの前にポーション99個買うのが。いや、あと5個あります。今5個しかありますから大丈夫。ここでザルティス入魂なのが先ほどお話してたノックアウトですね。なるほど、はい、もう忘れた。いや、レッドドラゴン、女性をぶつけば、実はこのモンスターも魔法に弱いです。おー、なるほど。サンダー、ブリザードでガンガン削りましょう。なるほど、やる。サンダー連発。ただガードはしっかりと固めていきましょう。で、切り替えて、今でも非常に有効に働いてますね。あ、危ない。今度はもうアタック、戦うでガンガン攻めましょう。なるほど、サンダーの間に。あ、ダメージすごい。3倍ぐらいいってます。なるほど、この間に魔法も貯めます。じゃあ魔法いきましょう。魔法だ。切り替えて、安全策のため一回回復しておきましょうか。なるほど、ここで、そうですね。さあ、あとポーション4個です。やばい。でもだいぶ角折れて。そうなんです。あ、角折れた。しょぼくなりましたね。実は今回モンスター V 破壊できるんですね。V 破壊ができるの？見た目も変わると。見た目も変わりますね。で、あと、まあ、V 破壊することでこう素材、レアな素材が出てくると。その破壊戦闘後に。そうです、いいですね。弱点をうまく狙った方がいろいろ。そうなんですね。はい、来るか。あ、今惜しかったですね。ねえ、タイミングシビアだな。ガードのタイミング、ね、ミングまたモンスターごとにモーション全部違いますよね。なるほど、ね、癖があるんですね。いつどのタイミングでガードを。よかった、いいな。さあ、どんどん魔法で削っていきましょう。あ、はい、色味も変わってきた。もうちょっといったら必殺技使います。あら、必殺技をお教えしたいと思います。相手をまずはブレイク、ノックアウトしてしまいましょう。なるほど、その状態にすれば必殺技が、はい、いいですね、効いてますね。あ、赤になってる波が。あ、今うまいこと。うまい、あ、来た。ノックアウト。 L2 押してください。 L2 今これ時間止まってます。オーバーロ、これで戦う。スタープレチナスオーバーロ。作品が違います。そうです、いいです、いいです。ほらー、出てきましたね。怒涛の攻撃ですね。おー、なるほど、すごい。これが今回のスタートオーバークロックです。すごい、これすごいですよ、早い。すごい、あっという間に。そうなんですね、やったー。ライトニングさん、時間ガードがだいぶ重要ですね。ガード大事ですね。さあ、ショコタンが思ったよりも上手くて。そうなんです。もう時間内にボス倒せるかどうか心配やったんですけど、余裕で倒せたんで。あっさり、あっさり来ましたね。もうちょっと先まで行ってもいいですか。あっさり行ったので、もうこのまま。いいんですか、いいんですか。まだ見れるの？あ、もうどんどん行きましょう。お見せして大丈夫なんですか？どんどんお見せしましょう。いや、それにしてもストーリーが結構複雑になってますけども、システム自体は全然今までの方が知らなくても遊べますけども、やっぱり今までプレイしてる人にとってはやっぱりこうストーリーがまたいろいろ関係してるんですよね。そうです。もう今回ライトニングリターンズとあえて13-3とは言ってないんですけども、はい、まあ、今回でライトニングというこの主人公、まあ実は6年間かけてこう出てきたキャラクターもようやく完結すると。え、完結しちゃうんですか？しっかりとそこは。そうなんです、ライトニングのストーリーこれで本当に完結をします。なるほど、はい、見届けなくては。そうですね。扉の向こうはカオスの渦か、はい、そんなところにスノーはいる。もう正気とは思えませんね。そうなんです、実はスノーとライトニングの関係性が、はい、希望を見失ったまま何百年も生きたわけか。なるほど、もうすぐ世界が滅ぶ。オープニングでも戦ってもめてましたね。普通の人間ならまともではいられないさ。実は今までこう仲間だったキャラクター、はい、そんな彼らとも今回は戦わなきゃいけない。この先もいろいろと出会い、そうだよな。今スノー、まあ妹の婚約者なんですね、はい、ところが今13-2に登場してきた主人公のノエルというキャラクターがいるんですが、はい、ノエルですら、ここまで来て引けるか。ライトニングと刃を交えて、私だけなんだ、はい、すごい、いつも主役級のキャラクターのライトニングが。そうです、これは胸熱すぎますね。スノーの魂を救ってやれるのは解放者であるあなただけです。だからこそ切羽詰まっている状況なんですけども、あなたが倒れてしまったら今、フォークを必死に流してるんですね。フォークはちゃんとでも味方なのね。そうなんです。ただ今、フォークの姿
いないんですよ。服を落としてくれ。今からホープに会いに行きます。いや、癒し屋は踊るって言ってましたね。そうなんです。今、箱舟という言葉が痛みを分かち合えるだの、魂を救ってやれるだの、思い上がりもいいとこよ。たく解放者様と来たら一体何様なんだかね。さっぱりわからない。まだ全然見えないですね。まあ、そういったコンセプトでこのキャラクター誕生したんですけど、はい、非常にこうミステリアスな、物語の終盤まで一体この子は敵なのか味方なのか、それもわからないですか。そうなんです。非常にそこもこう不安定な。なるほど。そうなんです。それにしても、おっ、トロフィー、トロフィー、トロフィー出ましたね。はい、それにしても結構立ってるから、ホープ君成長したホープ君だね。思いますよね。はい、期待。まだ機会をね、生声が聞こえてないですね。楽しみ。どんな成長とかで、はい、ここでじゃあホープが、はい、ナウローディング。そうなんです、ね、どうなるやろう。ホープと対面します。すごい、何やってるんですか。わかります。今時空の渦の中をこう、まあ、13-2でもちょっとこんなシーンありましたね。はい、箱舟に向かってるわけですね。箱舟に乗るシーンですね。なんかこう透けているような感じの。そういう機関もあるんですね。プログラマーになりますね。気になっちゃった。はい。さあ、私は過ちを犯した。おお、すごい。それは取り返しのつかない過ち。私はたった一人の家族を、今妹を戦いに送り出した。振り返ってる。なるほど。話ですね。私は妹を、セラを死なせてしまった。ちょうど先ほどまで、はい、ね、頑張ってくれやった。私は自分を許せなくて、けれど自らを裁くこともできなくて、最後に実はライトのクリスタルの日か、うん、妹の魂が救いたい。よろしくない形で、それだけを願って自分の心を封印してしまった。おお、はい、その眠りから目覚めているのが今回のライトニングリターンズの話なんですね。やがてその間にいろいろ変わってしまうと。私は悟った。光は形なき神の姿。今回、まあ、今イベントシーン流れてるところなんですけど、はい、まあ、今回の世界観の中の神の姿ですね。実は13-13とは全く異なる世界、大陸っていうのが広がっています。光は神の声だった。で、実はですね、まあ、今回輝きは大きな意志となって私に、まあ、より広がりのある環境でのゲームプレイになってまして、神に下された使命を果たせば、街が舞台になってます。奇跡を中にはですね、こうサボテンダーという私だと思うんですけれども、まあ、サボテンダーが街のオブジェになっているような、ところもありますね。砂漠の街なんでしょうかね。そうなんです。あ、それもちゃんと理由があってっていう。そうなんです。あの、実はこのスノーが治めてるこの街の中にサボテンダーの像があります。どの街ですか、まさか。そうなんです。でも今今回のパートでは多分そこまでたどり着けないと思います。はい、徐々に徐々に。そうですね、これはもう実際ゲームプレイしていただいてそこにたどり着いていただきたい。なるほど。はい、そうこうしてるうちに来ました。これが箱舟の中です。綺麗な箱に。あ、これ和の時の衣装ね、見た目は。そうですよね。あれあれ戻ってますよね。13-2プレイ。そうなんです。じゃあ、どうなってんですか。13-2プレイされた方は、はい、多分ご存知だと思うんですけど、ホープ君成長してたはずなんです。はい、大人になってましたね。男前になってたんですよ。はい、なぜかまた子供なんですよね。どう見てもね、幼い感じが。幼い子供になってしまいました。でもこの時のホープ君はライトさんに。ありがとうございます。うら、本当にそうなんです。今ね、唯一の お帰りなさい、ライトさん。完全に子供ですね。ね、でも声はどっかでも、ホープ・エストハイム、なんだろう、かつて私たちは同じ運命を背負って共に戦った、はい、昔あのホープすごい女々しい子だったんですけど、もうすごい今力強いホープの運命を呪うだけだった少年が、まあ、ね、はい、すごくこう頼もしい仲間になった。男らしいキャラクターに成長した。絶えまず前へと追い続けた。その頃の男らしさは残ってるんですよ。世界の未来を担う人類の指導者に成長した。この姿とはまた全然違うんです。でもこの後の話ですよね。そうです。それなのに、なのにまた子供に戻ってる。長い眠りから目覚めると、そうですね、ホープは時を遡ったかのように、ね、少年の姿に戻っていた。ライトニングも分かってないです。出会った頃の姿に、
この箱舟を操るかよ。確かにそうですね、今この状況で。そうなんです。私に神の計画を告げた。まあ、まだ輝ける神ですので、ここブーに出るぜ。最初の最初ですもんね。そうなんです、この世界は終焉へと向かっていて、はい、神にすら止められない。そうなんです。そのため神は滅びゆくこの世界を救うのではなく、まあね、新たな世界を再び作り直すことにしたんです、はい、けれど新しい世界を作ってもそこに住む者がいなければ無意味です。ここら辺のシーン、そこで神はライトさん、解放者に選びました。解放者とは、この終わりゆく世界に囚われた魂を解き放ち、新しい世界を導いて、だいぶサービスですね、今回ね。人々の魂、はい、時間が静かに見たい方は製品版を買いましょう。魂を救えるはずです。時間の許す限り、要は取引か、はい、セラを助けたければ神の使いとなったはず。ねえ、クオリティですよね。あなたにしかできないんです。亡くなったセラさんを利用するようで不愉快でしょうが。そうでもないさ。妹の命を取引の材料にされたというのは当然許せないはずだが、まあ、もともと気持ち強い女性、まあ、力強い女性っていう感じなんですけども、ちょっとそれとはまた違ってまして、心に穴が開いたような。今ここにもセリフにありますよね、はい、うんうんうん、このちょっと様子がおかしいんです。わかります。どうも心がない。僕もなんです。なるほど。本当にホープ、昔のことを思い出すことはできても、ホープの謎もありますし、その時の思いは時間がなくて、心のなさ、はい、これも神のおぼし召しとやらかもな。神の仕事をこなすしもべに感情は不要だから切り捨てられてしまった。だとすれば、僕がこんな体に戻されてしまったのも神の計画のうちなんでしょうね。体に戻された、どうだろう。選択の余地などありはしなかった。私が死に追いやってしまった妹セラ、あの子の魂を救うには神とやらに従うほかない。こうして私はホープと共に神のしもべとなった。この世界に生きる人々の魂を新たなる世界に導く者、輝ける神、ブーニベルゼの使い、解放者。謎しかないぞ。ライトさん、何だ、つまり何だ、どうしたんです、あの、大丈夫ですか。考え事だ、気にするな。確かに。いやでも考えてしまいますよね。でも考えるのがライトニングさんっていうのも、世界の断りが乱されてカオスの流入が始まったのがおよそ500年前。世界はあんなにも広かったのに、たった500年で何もかもカオスの濁流に飲まれようとしています。そして解放者の力が尽きるとき、世界を終わらせる鐘が鳴る。まだまだご冗談。おお、マジだ。輝ける神ブーニベルゼを覚醒させ、そうなんだ。でもちょっとあそこ見たいなとかいうところで、それまでにいくつの魂を救えるか。本当だ、見れちゃうんだ。外側まで作ってあったんですね、僕たちが救えなかった魂は、この古い世界と一緒に消えてしまう。ねえ、いろんなマークありましたね、今集合してました。まあ、ちょっと感動動かせちゃうなんて。ちょっとヒュルヒュルしたあの宝箱ありますね。はい、宝箱、これ宝箱なんです。おしゃれや。はい、そうなんです。宙に浮いてる宝箱。デビルズトーター、しかも武器だった、嬉しい。ここでカスタマイズができます。あ、すごい。周りの宝箱を一回全部拾いましょう。え、まだある、あった、あります。なるほど、全部拾いましょう。すごい、初心者の館的な、いろいろ置いてある。やっとここでこう衣装のね、あ、先ほど言ってた、そうなんです、できるようになりますんで、ここはちょっと最後まで宝箱拾っていきたいですね。あ、これ衣装ちゃいます。これ今全部拾いましたね。そうすると今開きましたね。スタイルカスタマイズ、はい。じゃあここのチュートリアルスキップしまして、私の方からご説明しますね。はい、スキップしていただいて、スタイルカスタマイズの部分ですね。はい、これはもうスキップ、うん、そうですね。で、はい、スタイルカスタマイズ、ミスティウィザードに入れましたね。これが新しいですね。おお、で、実はこのウェア、そうです、今まだあの何も買っていないので衣装もないんですけれども、はい、ウェア、武器、盾でこのような形で、あとは4つのボタンに振り分けるアビリティ、ここも
も全部自分で、調整しながらガードを戦うなんですね。こうやってつけるんだ。そうですそうです。今ちょうど隙間がありますブリザードライトガードライトガードって何ですか。ちょっと軽めのガードなんですけども ATB のコストがちょっと少なめなんです。なるほど、はい、消費が少ない。なのでいっぱい使えるガードなんです。その代わり防御力があんまり高くないので、はい、使いどころが大事です、ね、装備されてるのじゃない別のブリザードをつけて、はい、あじゃあこれライトガードと魔法のやつでしょうかな、そうなんですね、みたいに自分でそういうことです。できるんだ。実はレベルもありますんで。なるほど。ブリザードはレベル1から3またさらにパワーアップしていきます。3つにしといて。カウンターはあるあります。お、はい、そして今回衣装はですね、はい、さらに色替えができます。はい、色変えたいかも。この衣装に限定したものではないんですね。右スティックで後ろが。そうですね。いいのこれ。合わないですね。ライトニングさんお尻が危ない。この隅々までこうライトニング舐め回してほしい。うわなるほど。やっぱいいんだ。舐め回していいんだ。舐め回していいです。いい機能ですね、はい。色も変える。色はもう初めから色ウェアカラーの変更が、そうです、カラーパレット。あ、ほんとに全てのパーツ。あ、はい、これはやばい。肌色とかダメですよ、うん、ほら細かく変えれるのか、ね、あ水色かわいい。かわいいですね。確かにかわいいと思う。実は部分部分で調整ができます。なるほど、ほんとに、はい、ラインを借りたい。 いや今はカラーパレットをいじってるだけなんですけども、はい、そうではなくて、うん、もう一回ちょっとカラーパレット開いていただけますか。そこでそうですね、はい、でもう一回丸ボタンを押していただいて、でそこで右十字キーの右を入れてみてください。そこで四角ボタンです。そうするともっと細かな自由度高いな。ちょっとカラー調整ができると自分だけのライトニングさんに。そうなんです。なのでちょっともう デフォルトの服が気に入らないよっていう時はもうこうやっても色を好きなようにいじってください。他のプレイヤーとも差をつけられる。そうなんですね。かぶることないですね、はい、こんな感じでもう皆さんお好きなようにライトニングカスタマイズしてくださいというところで、実はいいお時間になってます。もっと見たい。もっと見たい。そうなんですね。いやー、ようやく今もうだいぶ魅力をね、はい、堪能できたと思います。いろんな遊び方があるわ、はい、ねえ。さあ、プレイしていただいたしょこたん、いかがなもんでしたでしょうか。いや、これは今までの FF とまた大きく変わった、うんうん、バトルもですけど、ここまで自由度の高い、うんうん、そうですね、動かすのはライトニングさんなんだけど自分だけのライトニングさんにできるっていうのがすごく、うん、すごくやりがいがあるというか、うん、ね、そしてアクションもあるし、集めがいがある衣装もだし、うん、はい、そして武器も魔法も全部自分で集めていく、うん、そうです、深い。なるほど。これやろうと思ったら何百時間いっちゃいますね。うん、はい、確かに。やり込み要素が本当に多いですね。多いですね。ゲームっていう次元を超えてるなと本当に思いますね。というわけで、いや、実況プレイヤーの皆さんもね、その辺の感想など一言ずついただきたいですけども。あ、僕はまあチョコボをじゃあカバーしたこととして、はい、いやちょっとこの後、じゃあ今まで見てきたキャラクターがどうなってくるのかなとかいうのはすごい気になるところですね。うんうん、ね、どう絡んでくるのか。はい。そうですね、はい、あ、私はあの FF 初心者なんですけども、はいはい、この、 あのライトニングリターンズはあの初心者もあの、うん、前の設定もなんだろうな、あのちょっとバトルスタイルが違うので、はいはい、あの新しい気持ちで。そうですね、はい、そうですね、あのチャッチュートリア、はい、はい、皆さんプレイできると思うんで私もぜひプレイしてみたいと思います。そうですね、楽しみです、うん、はい、続きましてマスルさん、はい、いや、よく FF って毎回こう変わるじゃないですか、いろいろシステムが。そうですね、もう よく考えるなってこうそうですね、また変わるのかっていう、ちょっと変わる幅がだいぶでかいですね。すごいですね、だいぶ変えてますね。はい、じゃないんで、いや、これ色変えられてすごくないですか、80種類全部って、ね、意外とそこに惹かれましたね。 なるほど、はい、じゃあ、シャルさん。いや、でも本当にこの FF13ライトニングリターンズ、まあ、今までの13の色を残しつつも、はい、どっか懐かしい要素も入れて、うん、でそしてまた独自の特色が出てるってこと で、ね、多分初めてやる人ももちろん、ね、改めてなんか昔やってたけどもやっぱり FF 面白いなって多分改めてまた思える作品なのかなと思いますし、はい、シリーズやってる方はもちろん楽しめると思うん で、ね、私発売前にあの1から2またやり直してぜひやろうかなと思いました。なるほど、しっかり気持ちを作って。そうですね、ね、なかなか時間かかりますけども、まあ、80時間かけて、発売日の80時間前からね頑張りましょう、はい、やろうかなと思いました、
はい、はい、よかったと思います。そして、はい、なるほど、自分もですか、はい、わかりました、ということでございまして、非常にまあ気になる展開、そしてね、もっとちゃんと集中してみたいっていう方もね、たくさん、うん、たくさんいたと思うんですよ。ごめんなさい、こればっかりはね、全部を見せるわけは当然いきませんので、ぜひご自身の目で確認していただければと思います、ね、説明文の方に確か、はい、はい、一般の方のなんか感想とかも、何かコメントの方ですね、はい、ちょっとご紹介できればと思うんですけど、さっきですね、肌色の話で皆さんわらわらっていうのが皆さん多かったんで、はい、あとはやっぱり急に増えたんですけども、はい、今までのゲーム実況、この流れの中に比べてやっぱり海外の方々のコメントが、確かにそうですね、すごい注目されてますね、急にコメントもわっと増えてきているので、うん、残念な、僕が英語が喋ればいいんですけどね、いや本当に、いや自分がそのプレイした時に海外の方がすごい来てくれて、僕全然英語わかんないけど必死にやり取りして、そしたらウォーイヤーイシャケクマイツクーみたいなわけわかんないやつやって、俺もウォーイヤーイヤーみたいなずっと同じやつして、だからやっぱりこうやって生配信でいろんな世界の人と絡んで、はい、この大好きな FF を楽しめるってすごい素敵な番組になって本当に思いました。あと1個だけ質問の方来てるんですけど、はい、オンライン的なものに関する機能っていうのはないんですか、はい、っていう、あのですね、まあ今もう衣装バリエーションあれだけありますと、はい、でさらにこう色も変えられてしまうという中で、どうしてもこうお友達同士こう自慢したりとか、そういったこともあるかと思うんですけれども、今回ですね、実はゲーム中で写真が撮れます、はい、スクリーンショット機能が入ってまして、まあそれを写真に収めまして、それをこう SNS に投稿した、なるほど、そういう楽しみ方も Facebook でやったりとか、そういう形で Twitter ですね、はい、そちらの方に投稿したりもできますので、まあちょっと今までと一風変わったオンライン機能というものも入ってます。なるほど、はい、そういうコミュニケーションの取り方できますよ、ね、ということでございますね、はい、なるほど、ということで、いや数々の魅力を披露していただきましたけども、はい、最後にまた村上さんの方からしっかりと告知をしていただければ、ね、と思います、はい、本作ライトニングリターンズファイナルファンタジー13なんですが、はい、まあ、前作の 13-2 からの続きではあるんですけれども、まあ、内容自体はですね、本当にもう一から一新していまして、まあ、バトルシステム含めて全て新しいものになっております、うん、なので、まあ、ライトユーザーさんも今までシリーズを追ってきていただいている方にも、どちらにもこう楽しんでいただけるような作品に仕上がってるかなと思います、うん、はい、で、ですね、まあ、追加のシナリオみたいな、いわゆるそのダウンロードコンテンツみたいな展開もなくてですね、うん、はい、ないんだ、はい、衣装とかのダウンロードコンテンツもない、まだ今は計画中なんですけれども、なので、シナリオはですね、もう今回のこのパッケージの中でしっかりと、あ、それ嬉しいな、完結したんですか、それはそれ寂しいけども、はい、うん、それはもう間違いなく完結いたします、うん、はい、で、まあ、バトルのところちょっと触れさせていただきますと、はい、まあ、ちょっとあの先ほどしょこたんプレイもされてたようにですね、はい、こう、まあ、一新されてますので、うん、なかなかこう戸惑いも出てくるところもあるかと思います、ね、はい、そうなんです、なのでゲームに入る前にですね、ノーマルモードとイージーモード、実は難易度調整ができます、うん、これさ、あの 13-13-2 にもあったんですけれども、はい、実は今回ですね、あのこんなこと進めていいのかあれなんですけど、はい、イージーモードから始めてください、はい、なかなか珍しいおすすめですね、そうなんです、これオフィシャルでなかなか言うことではないんですけども、はい、バトル、さっきもそうだったんですけども、バトルが終わっても実は体力回復しないんです、ーノーマルモードで、なので結構こう難易度が高いところもあります、うんうん、だからその分こうしっかりとやり込めるユーザーさんにはこうがっつりとチャレンジしていただけるような、はい、そんな内容になっていますので、でもやだ、イージーじゃなくて普通にやるの俺も思った、やっぱりゲーマー魂が、ゲーマー魂、フォンの時もイージーモードとかスーファミの頃も出ましたよね、その時名前がね、こう大賀キラーが鬼殺しになってたりとか、違いが面白かったけど、た、ね、でもやっぱりね、はい、こう、うん、ウェイトモードじゃなく、ね、アクティブモードで、うん、バトルスピード1にしてやるのが私好きだったので、うん、難しいですね、イージーは選びません、でもちょっと触れるだけで皆さんね、コツはつかめそうな感じですよね、なんか見てるだけじゃなくてやってみて、うん、はい、テンポとか自分なりのこう、はい、タイミング掴んでいくのが一番いいと思うので、うん、触って確かめるっていうのが大事ですね、今回はバトルをやってみてほしい、はい、2種類2種類やっ、まだあるんですか、え、あ、何、はい、実は今回あのクリア後のやり込みもですね、出た、がっつり入れてまして、あの初めてなんですけどハードモードも入ってます、じゃあ2周目はハードモードで、いやもうこんなんじゃな満足できないよともうがっつりそれはやっぱ敵の強さであったりアイテムの数であったりとか、はい、敵の強さ全然違いますね、全然違う、はい、
ないわけ。もうほぼガードを完璧にこなさないと。それって強くてニューゲーム的なことできるんですか？ありますね。うわあ、じゃあ1周目でやり込んだ装備とか衣装とかはそのまま引き継いで、はい、ハードモード、これぞ FF ですね。そうなんです、ありがとうございます。あの13-13-2なかったんですけども、はい、待ってた、やり込みたんじゃんみたいな、やり込みボスみたいな、そんなところもいたりしますね。なるほど、なるほど、はい、いやもうさまざまな楽しみ方ができる、はい、ありがとうございます、作品に仕上がってるということでございまして、はい、さあ今皆さんが見ているスクエアエニックスチャンネルでは最新映像が続々とアップされていますので、はい、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。さあ、実況プレイヤーの方々の、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。どうもね、ということでございまして、本当に生まれ変わった、はい、今でございましたが、ねね、すごくやりごたえのある、うん、発売日まで我慢できませんので、はい、うん、絶対に絶対にやり込むとこっていうことを確定いたしましたので、みんな楽しみですね。はい、それではまたお会いしましょう、はい、バイバイ、さようなら。